歌舞伎俳優の市川海老倉、40が16日、公式ブログを更新し、友人との別れを惜しんでいる。海老倉は、人とは出会いがあり、別れがある。その出会いが大切なものであればあるほど、別れは辛いものとなる。という意味深な書き出しに続き、今日、友人が遠くに行くことを知り、悲しかったです、と、近々友人との別れを迎えることを打ち明けた。友人の行き先は、また会えれば良いのですが、なかなか会えそうもないところなので、悲しいです。と、抽象的な表現ながら、かなり遠方の様子。しかし、人生は出会いと別れの連続です。その存在が土の戸にとってどうなのか、それにより左右されますが、人の世の常ですね、と、己に言い聞かせるかのように綴っている。